15兆円の公的年金運用損が発生。本日、年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF が昨年10月から12月期に14兆8039億円の運用損が出たと発表いたしました。こちら、四半期ベースで過去最大の赤字額となるんですが、これまでに 累積の収益額が56兆6745億円のプラスとなっておりますので、年金の支払いには全く問題はございません。こういった株式市場なんですけども、本当にですね、水物であり、コロコロと、えー、状況が変わってしまいますので、継続的に株式で利益を上げることは難しいと。そういった中で、 この GPIF が何とか年金を増やすために運用してるんですが、今回は残念ながら約15兆円の赤字となってしまいました。今後 GPIF には慎重な年金の運用を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。